いやー、ほんと部屋の中が物多すぎて、なんかこれが全部、なんか可愛い女の子に変わってくれたらなー。なあ、そう思うよな、ティッシュ。お前何になる？ティッシュ。ティッシュだからなんか白系のね、可愛い女の子になりそうだな。お、霧吹き。お前は？お前は、そうだね、水か。水系の女の子かな？うん。なんだお前は？擬人化どころかもう製品化されたことが謎だわ、本当に。あれ？そういえばなんかあれは？この前あげたさ、白粥どうしたお前。白粥食べたかあれ。え？上にある？おいお前、こんなとこにお前白粥置いてたら危ねえじゃねえかよ、お前。お前、こっから落ちてどうすんだよ。おー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 お
とやばいじゃん、もう。おい、これどうなってん？ん？天下百軒？シャス田中です。今回は天下百軒やっていきたいと思います。このゲームはね、私が主となってちょっとね、かわいいかわいい三剣ちゃんたちをね、うん、ちょっとめでたりだとか、ちょっとね、あの任務にこう行ってもらったりだというかいう感じのゲームになるんですけれども、ちょっとやっていきましょうか。とりあえずあのキャラクターのね、三剣ちゃんたちをちょっとね、どん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 集めていきたいと思いますので、ガチャの方行っていきましょうという感じで、さあどういったキャラクターが出てくるの。おお、これはピックアップきましたね。いいっすね。さあ次は、いいっすね、いいっすね。次は、はい、またユアル出る。いいっすね。おお、かわいいかわいい。水色、水色キャラ、これはなかなか貴重ですね。いいですよ、ユアル。いいね。あーね、手袋が出たり。お、 SR いいですね。オッケーオッケーオッケー。まあ UR2 振り来たのはなかなかいいのではないでしょうか。はい、まあ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 、こんなまあできますね。はい、いいですね。お、さあさあさあ、いいですね。おお、はい、こんな感じでね、 UR こちらいいですね。ピックアップがまさか来るとは思わなかったですけれども、いやー素晴らしい。ちょっとの、お、俺はカンナギリ長光だ。カンナギリ長光、いいっすね。いやー、いいっすね、いいっすね。ちょっとなんかあれだね、可愛いのにもかかわらず俺っていうね、なかなかいいね、そのギャップがね。うん、いいですね、素晴らしい。よっしゃよっしゃ、また三剣が増えましたね。さてと、こんな感じというわけですね。はい、いい感じじゃないですか、素晴らしいね。ちなみに、こちらのガチャはもうチュートリアルを突破しただけでもう11連が引けるので、チュートリアルをもう皆さんね、とりあえずダウンロードしたらやっちゃって、11連引いて、あ、出たなと思ったらそのまま、出たいなと思ったらまたリセマラをね、さあ頑張ってみてくださいという感じでね、次行きましょう。このゲームね、ちょっとね、面白いシステムがありましてね、ちょっと見てください。はい、こんな感じでね、三剣の中の一人、政宗ちゃんを選ぶわけですよ。もう政宗って聞くと、もう男らしいって思うけど、この世界はね、乙女の姿を持って生まれてきた刀剣を三剣と呼んでいて、まあ、元は剣だったっていう話ですね。で、それで、このね、機能としてはね、こうやって見つめる機能がありまして、この見つめる機能をどうするかっていうと、こういう風にね、キャラクターをタッチして、まあ、ちょっとね、会話を楽しんだり、もう全部気になることがね、まだ全然僕は親愛度を上げてないので、まだ全然ね、キャラクターがこうなんだろうな、こういろいろね出れてくれたりしないけど、この親愛度を上げると、なんとこういう親愛度を上げることによって、まあいろいろとね、変わるんですけれども、まあさよちゃんはそんなに口数多くないので、そんなにね、なんだろうな、ベラ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 って喋るわけじゃないんだけど、まあこんな感じでちょっとね、おとなしい系なんでね。で、それでなんとこのね、衣装も変えることができるんですね。こんな感じでね、こうコスチュームでこうやってね変えたりして、変えるとちょっとね、口元のこの今見つめる機能でちょっとアップすると、この口元のほくろがね、こうね、マフラーからチラッと見れたりね、このいいですね、ほくろ、なかなかチャームポイントなんですけど、まあセリフがちょっと変わったりね、
ていう感じでね変わったりするわけですよ。まあそんな機能もあったり、まあ部屋の背景とかも変えたりいろいろできるわけですね。はい、これ以外にもねちょっとね手入れというねモードというか機能がありまして、そちらの方やっぱ彼女たちは刀ですからねお手入れしなくちゃいけないんですよ。もういろいろとね働いてくれたりだとかいろいろしてくれたらもう手入れが必要になってくるんです。そうなるとちょっとあれなところがね出てくるので、ちょっとここのねシーンではちょっとお見せできないんですけれども、皆さんの方でぜひちょっとね手入れ何なのかちょっとね見てみてください。でこちらのね親愛レベルをどんどん上げていくと、なんとフルボイスのストーリーとかもね解放されるんですよね。結構ねしっかりとしたストーリーになってるので、まあそれでフルボイスで楽しむっていうこともねできますよという感じですね。でこちらのさよちゃんを例えばなんだろうね愛刀に設定することもできて、まあ何愛刀って何かっていうと、例えばこのあれですね、こう変わるとこうメニュー画面でホーム画面になるとここで出てくるこんな感じでね、これが愛刀設定すると変わる場所ですよという感じですね。でこちらまあメインがやっぱ任務ですから、任務に行ってもらうんですよ彼女たちに。うわやば、最初からだいぶ来ますねこれね。おーやばい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 、ちょっと敵の数やばいぞこれ、やばいやばいやばい、ちょっときつきつい、あーやばい、あーしあーやられちゃった。でこれがねこうやられるとねちょっと女の子たちがこうこんな感じになるというわけですね。あーまたやられちゃった、あーやばい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 、あーマジか、ちょっとこの任務はちょっとやばすぎたねさあやってまいりました。これねこうビシビシビシと、やっぱさよちゃん強いんでね、僕のチームさよちゃん推しなんでこんな感じやっていくんですけど、これ一応ね三剣ごとにいろいろとね能力というか、まあ能力と言いますか戦い方が違うんですけど、さよちゃんこんな感じでちょっとレンジが短い感じ、うん、もう敵にもうがっつり近寄って攻撃する感じのね三剣になっておりまして、まあこうやってガッシガッシ、あーやばい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 、ザシザシするんですけど、違うこう三剣に変えるとこんな感じでねこう音符が出て、まあ歌かな多分、歌のやつでこう敵を圧倒する的な、まあ、これはね火力こそないもののこういう風に結構距離があるので、こう遠距離系の攻撃だったりとかいうね、三剣ごとにそれぞれね攻撃の特性が違うんですよ。これも体験でもうね一撃がもう重いという感じでね、こんな感じでだからキャラクターごとにこうなんだろうな戦闘スタイルが違うので、まあそれぞれねちょっといろいろなこうまあ全部同じにするわけじゃなしに、まあいろいろとまあ自分のそうだな戦いやすいキャラクターでやっていくのもありかなと思いますね。でキャラクターによってですね、この奥義っていうのがありまして、この赤いマークやりますよ奥義いくぜ歌うよーってこんな感じでねライブしてみたいな感じで、もうキャラクターによっていろいろ違うんですけどね、こんな感じでバーンってねやってる全体攻撃したりだとか、あとは自分を強化する奥義だったり、まあそんな感じいろいろありますね。さあ行くぜ。でちょっと火力的にちょっときついかなこれ、まあ、一応このゲームねオートもできるんですよ。オートするとこんな感じでねちゃんと敵にしっかりこう追随してってくれるので、難しいオートはそんなにねなんだろうねこうまあ難しいというか、オートにしたら速攻負けるっていう感じのオートじゃなくてしっかりとしたオートなので、全然ね忙しい時でもオートでこうやってお任せプレイができちゃうってわけですね。はい、まあオートでできるっていうのもねなかなか魅力の一つなんでね、うん、やっぱりオートでしっかりこうやってくれないとねすぐ死んじゃったりしたら大変だから、おあともうちょっとよしナイスという感じのねものとなってます。はい、という感じで終わりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあこちらのねゲームなかなかこう女の子たちがねいろいろ出てきて、それでまあ衣装チェンジもそうですけど、技がこう変えれたりだとか、あとやっぱりめでる時だとかとか、そういうねちょっとねシステムが僕はね結構気に入ってて、まあさよちゃんのこのね口の下のねほくろのねこのチャームポイントが素晴らしいですねこれね。なんかこうなんだろうね、
ほくろフェチじゃないですけれども、僕結構こういうのね、泣きぼくろとかもありますけど、こういうほくろの位置結構ね好きなのでね、うん、いいと思いますよ。はい、というわけで、アプリのダウンロードリンクは下の方、説明欄の方にありますので、ぜひ皆さんちょっとだけダウンロードして、もう11連何が当たるかなでいいんで、ちょっとやってみてください。もうチュートリアルが終わるともうすぐ11連引けるので、もうさよちゃんが出るかなみたいな感じでね引いちゃってみてください。というわけで今回はこんな感じで、やってきました。皆さんぜひぜひダウンロードの方よろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。